ように投手陣もこうやっぱりチームとしてカバーし合っていかなきゃいけないんで、はい、ピッチャースワレスのヒットでワンアウトランナー一塁とランナーを出して、そして1番の山崎です。追いつかれたりとか引き離されたりとかしますんで、田口のこの当たり高く弾みましたが、山口がそのままスライディング、セーフです。山口がスライディングで行きましたが一塁セーフ、内野安打となりました。青柳がそのまま打席に入りました。矢野監督は続投を決断しました。三遊間深いところ、吉川尚輝一塁サードオーダー、青柳も懸命に走って一塁はセーフです。もう全然打ちそうですよね、この走塁がどう次のイニングに影響するかどうかっていうのはね、まあもう全力プレーでね、こういうスイング、バッティングを見せてくれたんですから、はい、これは今私そういう話をしたばっかりですから、うん、すごいボールが、はい、いいボール、一塁間を破りました。青柳打って満塁セーフです。ライトゴロにはなりませんでした。近本につなぎました。ピッチャーの西に対して3ボール2ストライク、詰まった当たり、セカンドライトの前、ライト前ヒットです。ピッチャー西勇輝自らのバットで塁に出ました。ノーアウトランナー1塁です。ジャイアンツ打線に得点は許していません。この後のマウンドも託します。三遊間抜けていきました。高橋遥人にヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。高橋は意外にねバッティングがねいいんですよ。あ、そうなんですか、はい、東京ドームでの巨人戦では結構打ってるイメージが。こういった、ね、流れを作るっていうのもね、はい、しっかり決めておきたいところですね、お、バスターできた。ライトの前に落ちてフェアだ、フェアフェアになりました。プロ初ヒット、ホームに帰ってきましたが、ホームはアウトになりました。おー、戸郷翔征のプロ初ヒット、タイムリーかというところでしたが、まあもう完全にね、はい、もうストライク取りに来るだろうというのでね、ベンチからね、多分思い切って、はい、まあ、ワンアウトというのもありましたので、ね、はい、気を捉えられるかどうかというジャイアンツ打線です。おー、戸郷の当たりはライトの前に抜けていきました。ツーアウトからピッチャー戸郷、こういう打ち方をすればいいんだよっていう手を見せてくれたような感じですよね。あー、なるほど、強引に行かずにね、コンパクトにね、逆方向へというね。では3回の裏、この回ジャイアンツは9番ピッチャーの横川からと見せておいてのインコースのストレートでした。その横川ナイスバッティング、プロ初ヒット、センター前ヒットです。プロ3年目、プロ2度目の先発、横川が躍動しています。今ボールがベンチに戻ってきました。プロ初ヒット。3回の裏、バットに当ててセンターに抜けていった。そして坂本も二塁から帰ってきたが、ここはタッチでアウト。花ピッチャーとでのタイムリー、さらに1点を加えまして6対4です。という内容でゼロに抑えました。打ち返したピッチャーの足元、高橋優輝自らのバット、今シーズン2本目のヒットで塁に出ました。ジャイアンツはピッチャーの高橋が自らのバットでヒットで出ました。最初はローテーションかなって思ったんですけどね、菅野がヒットを放ちました。ノーアウトランナー1塁です。さあ山本まささん、この先発ピッチャーがこのようにヒットで出るというのはまたチームの流れ変わりますかね。打球はどうか、センターに抜けていきました。二塁ランナーは三塁を回って帰ってくる、バックホーム、帰ってきて取れない。そのボールが後ろにされている間にランナーそれぞれ進む、ランナー三塁二塁、高橋
点差と迫るタイムリーが生まれました。高橋光也はプロ初打点ということになりました。今シーズンここまで11打数ヒットはありません。ピッチャーの大瀬良に対して打球が詰まってセカンドの頭の上越えていきました。大瀬良のタイムリー、カープ勝ち越し。ピッチャー大瀬良自らのバットで勝ち越しのタイムリーを打ちました。リスクとかスクイズとかっていうのはなしで、はい、思い切ってバッティング、あ、打って右中間落ちました。抜けていく、二塁ランナーも帰ってくる。打った玉村二塁へ。これプロに入って3打点目になりました。これまで1打点タイムリーも打っていた玉村、2点タイムリーツーベースになりました。カープはピッチャーの玉村が勝ち越しのタイムリーで3対1。今年は三振が取れるこの今村ですが、ピッチャーの小笠原がライトの前に落ちた。そしてセカンドランナー三塁を蹴る、ホームに帰ってくる、タッチはできない。ピッチャー小笠原のタイムリーで2点目、うまくライト前に弾き返していきました。いやー、川合さん、ピッチャーの小笠原にという、そうですね、変化球、いや、これも悪いボールじゃないんですよ。そうですよね。両投手ともに初回に点を取られましたが、ここからまた仕切り直しという形で持っていけるかどうか。この辺りはフェアです。今シーズンの初ヒットになりました。ピッチャーのロドリースが2アウトから出ました。何かこういう一本が出ると難しいボールですからね。今ね、うまく打ちましたね。これができるようになると、高橋投手があそこに投げるっていう風に投げるようになると、もっともっと低めにいいボールが投げれると思います。ここは大野雄大がセンター前ヒット。先発のこのメルセデスが今日はどう、まあ、2点こそ失いましたが、そこからこの打球はワンバウンドツーバウンドでハイネマンの元へとその打球が行きました。ツーアウトからランナー一塁。そしてピッチャーの中川です。お、これは打ってレフト前に抜けていきました。そして二塁ランナー三塁を蹴って、ちょっと滑ったボールがそれてセーフになりました。そしてランナー挟まれました。最後はタッチアウトで3アウトになりましたが、ピッチャーの中川浩プロ初打点のタイムリーが出まして、ベイスターズが1点先制です。イニングを投げてほしいんだと、そう話をしていました。次がまだ70球というところですが、ここでピッチャーのロメロ、投げてよし打ってよしと気持ちが乗っているか。チーム2本目のヒットはこのピッチャーのロメロです。来日2本目のヒットと、ピッチャーではありますが16打数の4安打2割5分という数字を残しています。初球から振っていってセンター方向、前に打ちました。ワンバウンドヒット、ピッチャー今永がつなぎました。投げるだけではありません。この場面でも初球から振りに行きましてセンター前ヒット、つなぎましたね。はい、おやすみたいな人でしたからね。お、初球から打って、ここもライト前に運んだ。今日2本目のヒット。さあピッチャー今永つないだ。今永なんと打率が3割を超えました。18打数の6安打3割3分3厘です。1番センター、この4回の表、あっとファーストの頭を越えていきました。桜井ライト前ヒット、戸柱が3塁へ向かいます。高校通算32本のホームランを放っているというその桜井ですが、ライト前のヒットでつなぎました。2アウトランナー1塁3塁。